カ坊主と挫折の部屋へようこそ。今日は最高級防水デジカメを買ったので遊んでみたいと思います。久しぶりに開封レビューでもやろうと思ったんですが面倒くさいので早送りします。本体が出てきました。思っていたより大きいのでショックを受けています。驚いたのが HDMI、USB、SD の蓋がワンタッチでパカッと開いてしまいます。水中でやらかしてしまうと命取りです。もう少し工夫して欲しかったです。それでは、とっとと電源を入れて撮影してみましょう。と思ったら各種設定が出てきたので早送りします。操作レスポンスは少しもっさりです。まあこの価格ならこんなもんでしょう。なんとか設定が完了しました。それでは、録画準備ができたのでいきなり。さすが国際防水規格最高ランク。国際防塵規格最高ランクを叩き出すことはあります。びくともしません。では最後に少し動画を撮ったのでご覧ください。室内でもこの程度は撮れます。